浴衣を着て、はい、お届けしていきたいと思います。かーいさあ今年の夏はね、はい、フェスもなかなかできないですし、お祭りもなかなかできないと、うん、っていうことはこういうのも着れないし、そうね、こういう体験もあんまりできないと、はい、やっぱ当たり前じゃなかったんですね。ということでお祭り会場を作ってもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。あの地図の中にはお祭り会場ちょっとなかったですけども、はい、あのメインブースのあのでかいののどこかに、はい、何階かに3階くらいかなあるんでしょうね。あ、上の方なんですか。上の方に上がったところで。なるほどね。お祭り会場ということで、はい、浴衣超似合ってる。久々来た、嬉しい、ね、かわいい、みんなかわいい、かわいいね。なんか、うん、やっぱゆかちゃんはこういう涼しげな、うん、ちょっと寒色系のね色の、うん、涼しげなやっぱ印象ありますよね。かわいい。お顔にもとってもやっぱり似合ってます。なんか大人だね。大人になりました。めちゃくちゃ素敵攻めゆか、攻めゆかちょっと髪も弱いて、うん、はい、とってもいい感じです。はい、のっちは、うん、やっぱこういうの似合うよね。似合う。こういうの、こういう柄を見たらやっぱりナッチに着てほしいと思っちゃう。うん、かわいいです。なんかちょっと濃いめだけど緑っぽい青とか似合うよね。そう、そういう色、独特な色なんだけども、うん、そうそうそう、こういう色やっぱすごいね、ナッチ似合う。なんかね、いつも寒色のこういう和服になるね、いつも、うん、だよね、うん、ちょっとなんていうの、男っぽいっていうか、そう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 、ね。でもなんかあのオレンジが入ってちょっとポップな感じなのかな、うん、すごいなんか可愛く仕上げてもらって。あ、じゃあもう似合ってます。いやー、私もやっぱ浴衣とか好きなのでね、はい、大人っぽい感じ。選ぶの楽しかった。あそこにパフュームっぽさ入れたんだよ。可愛いね、おびろめ楽しい。はい、じゃあ早速お祭り会場を巡っていきましょう。イエーイ。まずは、あ、言ってたやつは流しそうめん。すごい。これは願い事に書いたんだったっけ。私がラジオで流しそうめんしたいって書いたやつです。すごいね。これ短い、トントントン、もう一瞬。黄色が私かな、私がピンクかな。え、じゃあのっち流してくれるの。本当だね。いいや。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。いいよ、私くん流すよ。立ち位置ありがとう。じゃあ、これかな。あつさん、これ気にしてくださいね。え、これカメラ映ってる。こっちから来る。あ、でも、うん、今橋がこうなってた。取れるかな。すごいね、取れるかな。夏です。そうめん受け取ってね。ちょっと一口。ぷい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 。ちょっとはっ、よいしょ。あの、ゆっくり来たよ。来たました。おめでとう、はい、あっちゃん。あ、いいの。わーい。さん、頑張れ。さん、頑張って。あ、来た、来たぞー。わー、取れたー。かわいい。そうめんすする2人、かわいい。なんで？めっちゃかわいい。どうしてこれ流すだけでこんなに楽しいんだろうね。本当だよね。不思議でしょうがない。そうめん流すのっちさんもかわいい。ん？うん。あの、あの流し、流し方。うん。あれ、これはなんかちょっとわんこそばみたいになってきてるよ。初そうめんだ、今年。あ、ほんと、うん、そうめんあんま食べんじゃん。夏ですね。楽しい。はい、どん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 、どんどん来る、どんどん来る、はい、どんどん。これ食べないとどんどん来る。あれ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 、あれ、よいしょよし、じゃあかばってろか。やった、うん、あ、ありがとうあ、ありがとうよいしょ。はい、どんどん。なんだ、嬉しい。おいしい。はい、あーちゃん、どんどん。あれ、なんか食べることが大変だな。はい、よいしょ、いきますよ。あ、so busy。 あ、so busy。 うん、涼やかですね。はい、どんどん。ゆかさん、なんかスイッチ入っちゃいました、うんうんうん、ちょっと、ゆかさん、はい、よいしょ。落ち着いて、落ち着いて、うん、もう、尺的に大丈夫です。お椀閉まりましたか。そうですか。もう、閉まっちゃいました。 ありがとうございます、はい、美味しかったです。ほら、好き。何？え、なんかこれも回ってる、ま、流しタピオカなんかこれ、なんかで見たことある。これマジ？これはもはやプールじゃないか。これ、え、
それここにタピオカを入れるの初めて。そうなの、やばすぎ。どうやって取る。あ、箸だ。お箸で行ってみるか。最初箸で。あ、じゃあ愛ちゃんやっていこう。あ、やった、うん。じゃあのちさん黄色いお箸で行きましょうか。こっちの方がさ長くて楽しいね。ぐるぐるするね。でもちょっと待って、箸こっちがそうめんなんじゃないの。箸でタピオカへのなんか気合がめちゃめちゃ入ってます。いきますよ。いいよ。これってここから、え、こっちか。そっちでいいんじゃないかな。いきます。うわ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 、やば。いや、絵面やば。一個も取れない。ゆかちゃん上手。三つ乗り上手なの。何なの。ゆかちゃん、ゆかちゃん上手。もう一回もう一回もう一回。3人組のうち取ってね。取る取る取る。はいはい。いや、やばこれ。ちょ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 。あ、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 結果一つ分持った。くそ。ちょ、もう一回。え、ちょっと待って、なくなる前に必ずお願いします。けど、いくよ。ゴー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 。早めに。あ、いいよ、取って取って取って。いいよ。並び2で、で、で、これをここに入れて、入れてこう、入れて飲む割合。うん、うん、うまい。あ、ね、これ美味しいタピオカだよ。あ、本当？交代する？わーい。うん。これここのやつはスタッフで後ほど美味しくいただきましたってやつ。はい。だよね。うん、みんなでいただきますから、ね。柔らかくなって。ちょっと待って。箸持つからね。はい。はい、え、これこの前でやるの？あ、美味しい。あ、ここか。そっちでも。でもちょっとこっち早いかもね、速度。では参ります。でもここでいけたらかっこいいよね。行きたい。来るよ来るよ。すごい量すごい量。ちょっと待って、すごい量。え、そう、多かった。のちさん多かった。あ、ダメだ。あ、私この道目指してもいいかもしれない。やば。四ついけてます。ちょっとずつ流してみるわ。じゃあ、うん、ちょっとずつ。ぐぐ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 。ああ、ああ、どっちがいい。あ、2つ。あ、2つ。飲んだ飲んで。え、これをここに、そう、うん、入れて、これ吸えるかな。入れ替えて飲むシステムなんだろう。やっぱつゆにつけて、ね、食べるものだから。これつゆじゃない。え、これはあのめんつゆじゃありませんので。美味しいお茶です。うん、黒糖の味すごいするタピオカだった、うん、このタピオカ美味しい、うん。おいしい。全然いけなかった。ちょっとここさスプーンもあるんだよ。いいよ。あ、じゃあ私流そうか。じゃあスプーンで挑戦してみようかな。いや、もう一回箸やってみよう。ちょっとポジション変えてみよう。ポジション変えて、ちょっとここ、この辺でいってみよう。カーブを狙って。ここうまかったもんね、カシューカ。うん、絶対位置だと思うんだよね。カーブでいきますよ。カーブでこう減速しているのを全部取る。狙う。全部取る、全部取る。ごっそりいった。あ、アジャブいってる、アジャブいってる。4いけた、4いけた。これすっごい嬉しい。いい感じ。ミルクティーになった。ちょっと待って、私もやりたい。量、あ、スプーンでいきます。もう一回やって。はい。ちょっと今度少なめにしました。タイミング、タイミング大事。タイミングゲー。よっしゃー、はい、タイミングゲー。バイ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 。これゲーム？落としちゃったけど、落としたのじゃあ後で洗って食べようね。取れました。こんなにたくさん。乾杯。乾杯。うぃ、これは楽しいです。最高、うん、美味しい。でもこの間ミュージックステーションさんで告白しちゃったんだよな、うん、あ、見たツイッター。そろそろちょっとタピオカに飽きてきてるって私はもう結構前からあのそうでもなかったって一番だよな、一番の衝撃だよな。何と飲むから楽しいんだよ。やばした、やばした。それはあ、でもわなぎ。さあ続き、わなぎ、わなげ、わなぎ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。いろいろあります。わなげ、これルールがあるらしくて、メンバー1人につき3投ずつ投げて1列揃えば景品がプレゼントされるらしい。あ、じゃあ私黄色、これを。よいしょ。え、これってさ3人でありがとう、うん、一列そう作るの。うん、はい、じゃあどうぞ。あ、いいですか。うん。へえ、輪投げとか何年ぶり、どれくらいの距離感。はっ、うまい。
言ったよ一発で。ってことは一列ってことは48か75か。うん。あ、いいの？いいよ。え、4か8？チャンスあるんでしょ？48か75か。外れてもまだ3とあるからいける。はい。そうね。あ、あ、同じ気持ちいい。7しかない。7狙いでしょ。7、7頼む。いくよ。いける。頼む、7。頑張れ。イメージ、イメージ、イメージ。私は前田健太。お、前田健太。前田健太。あ、惜しい。あと1個。はい。惜しい。負けない。これは、これはもらえないね、景品があったら。もう一回チャレンジしようよ。当てた。あれ、この2本、この2本で行ったの？これいいって。私？いや、すみませんっていうか、これ、私行っていいの？そうだね。行ったお、行ったお。よかった、頑張って。あ、に同じ気持ち。同じ気持ち。あやのさんと同じ気持ち。は。むずー。めっこそういうこともあるよね。あ、そうだよね、うん、楽しかった。景品何だったんだろう。何だったんだろうね。もらえるの何だったんだろう。え、次はスーパーボールすくいだって。何これ、楽しい。いや、大好き。かわいい。これも景品もらえるかな。これってここでいいの、いいのかしら。ここでいいってこと。私この夏祭りのこのポイが大好き。これ楽しいよね。ポイっていう言葉からこれが大好き。ポイポイ。え、じゃあ取っていいの。いいよ。かわいい。ねね、どっちで救う派。ん、あ、表、あ、裏、あ、裏だ。あ、これ裏なんだ。そうそうそう。あ、なんかこの2色かわいい。お祭りで言われた。それは裏だよって。迷う。あ、これかわいいじゃん。かわいい、かわいいの欲しい。黄緑ちゃん、黄緑ちゃん、カメいる。カメ、カメ、カメがいる。ちょっとでっかいの行ってみちゃおうかな。あ、青いカメいる。あ、もう開いちゃった。早い。でっかいの行ったら開いちゃった。あ、金魚。意外とこれ流れがあるの難しいね。流れ難しい。よいしょ。カメ、カメ行きたい、カメ。あ、あ、あ、ちょっとずつやつ。めちゃめちゃ手震え。ダメだ。全然救えない。どうしよう。いや、あ、先始めた。最初の村じゃ。この状態でもまだ踏ん張る私。この状態でもまだ踏ん張る。負けない。負けない。困難な状況でも。こんなところで立ち止まるわけにはいかない。ない。あー、破れた。私の夢はもっと先にあるんだから。何度でも救う。何度でも。この壮大なドラマ何？何度でも。すごいじゃん。何度でも言うでめちゃ作ってるやん。何度でもよ。すごくない？私は諦めない。すごい。行くのよ。ついに私の魚夢も魚。あ、魚。完全に主人公。大きいの難しいね。もう3つ目だよ。まだきっといける。え？え？ポイ3つ目？ポイ3つ目。早っ。嘘でしょ。嘘でしょ。ね、そんな遊び方ある？壊れたら飽きちゃう。はあ、うわ、一人っ子。完全なる一人っ子やってる。壊れたらもう捨てるの。一人っ子やってます。全部私のだもん。あ、怖い。一人っ子のあるある。一人っ子あるある？ああ、やめれた。あともう少し。こっち側に変え。あはははは、ギリギリ、あともうちょっといけるかな、これギリギリで。楽しいんだけど。ラストのこの根元のとこだな。金魚。オーマイガーシュ。ついに行っちゃいました。え、でも1個目でしょ。1個で結構いった。いやー、すごい。ね、プロなの。お姉ちゃんすごい。さすがお姉ちゃん。あんたの分も取っちゃるわ。ありがとう。ありがとう。言ってぽいやって。すごい。楽しい。ちょっとじゃあ豪快に、うん、大人だし、ポイ行ってやって、行ってみて。でっかいの行ってみようかな。ね、でっかいの行ってみてほしい。ね、でっかいの行ってみよう。取れない？うん。この目はキラキラ行きたい。まずこれから行こう。それ行けんのかな？それ行ってないな。これ行きたいよね。あ、まず。行っちゃった。そっち。あ、行けた。
どれ？おお、すごいじゃん。これいけたよ。じゃあ次はこれ。私これ好きなの。なんでこの流れが早いんだろう。金魚全部取ってやろう。何金魚？謎の目標作って。金魚全部取ってやろう。金魚全部ここからこう、あー、あれが、ちょっとお時間そろそろなんで、まあ、全部取りたい。まだ私の挑戦は終わらないです。闘志燃やさないで。お祭りだよ。まだ続くのよ。時間よ止まれ。お祭りだよ。続くのよって言いつつやってるよ。私の挑戦はまだ金魚、あ、終わらない。金魚、このでっかいの行きたいよな。でっかいの行けた？行けてない。楽しい。もらって帰ろう。これリオにお土産にする。あ、猫好きそうね。あ、やっぱり大きいもの狙うとこうなるんだね。取れました。でもすごくない？取れた？すごい。やっぱ次元が違うんだけど。楽しかった。なんか生物いっぱい取ってる。魚とカメ、かわいい。こういう子いたよね。こういうのばっかり。特殊ばっかりいたよね。俺の。イエーイ。俺の。楽しかった。楽しかった。続きましては何？これかな。あ、やった。夏ののど自慢大会。イエーイ。よいしょ。すごい、マイクにも色が振ってある。すごい。なんか、ね、広島のお祭りとかあったよね、こういうの。のど自慢大会とか。入れれるの？どうしよう。楽しい夏っぽいのがいい。うん、これ歌わないと夏終われないっしょっていうやつが2個ある。ある？もういい？いいよ。入れるよ。あ、ちゃんと流すんだね。じゃあマイク持ってね。ん？はい、はい、うん、はーい。今日の番組ではみんなのリクエストをお待ちしています。ちょっとエコー上げて。のエピソードと一緒にダイヤルをしてここでおはがきを入れる。ラジオネーム恋するうさぎちゃん、なぜ人を好きになるとこ。あー、熱唱しちゃってます。苦しいのでしょ、それは心が君のこと。あ、来た。して言葉しているからで、シンプルな頭で聞けばいい。変な踊りするよ。よーはい。指が腕を焦がすから、なすが熱を帯びてくる。そして僕は渚へと誘う。ナンバーを届けてあげる。淡い恋の端っこを決して離さなければ。ファンデイネンよりその地域が続くはずだ。ワンコーラスですか？一人だけ踊ってくれました、スタッフさん。え、そう。ありがとうございます。ありがとうございます。ファンがいた。ちゃんとね、お祭りだとここにベンチとかあってさ、休憩してるおじいちゃんとかいるんだよね、うん、こうやってこうやって聞いてくれる。あーってなってる。あ、いい歌入ってる。あー、これ最初じゃん。最初が静かにしてなきゃいけない。君がいた夏は遠い夢の中、ああ空に消えてった打ち上げ花。浴衣姿が眩しすぎて、お祭りの夜は胸が騒いだよ。
とゴミの中離れないで出しかけた手をポケッということで夏祭り会場よりお届けしました。はい、引き続きポップフェスお楽しみください。この後はあーちゃんかしゅうかどっちの女子部屋